北へ南へ東へ西へフーレ。さあ到着、これで終わる私だよね。ほうほう、怖えじゃん怖えじゃん。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。やってまいりました、世界の頻度もう当然上げていきます、よろしくお願いします。そのためには5月からこう一新したんですよ、更新サイクルをね。気になる方はチャンネルの概要をご覧ください。まあ、たまたまなのよ、マグクラのワールドがおかしくなったのは。やってまいります。ショータ鉄集め頑張って、ほらほら今もう燃やして燃やしてんの、ほら、ね、ほらほらね、もうアイアン大隊を実現させるかことがためにですね、非常に鉄を集めを今頑張っているところでございます、よろしくお願いします。ここに入ってたこの鶴橋、これちょっと使わせていただくんですけれども、メンさんがくれたんだそうです。まあ普段からお裾分け、メンさんは建築めちゃくちゃするんで、あのコップもお渡ししたりとか火薬をお渡ししたりとかね、お裾分けとしてさせていただいてるんですけど、残念ながらですね、最近鉄集めが忙しいがゆえにですね、お裾分けできるものがなくて、なので前回からなんですが、まあ、いたずらがこれお裾分けでいいんじゃないかみたいなね、ところがあったりとかなかったりとかっていうことで、今日はメンさんのところにですね、私が本物のいたずらとは何ぞや第2弾でございますね、第3弾になるのかなをやっていこうと思います。はい、やってまいりました、メンさんの鬼建築。私今考えてるのは、この桜の木の頂上に私の顔をわからないように設置すること。まあ、ピンク色になってますって、そもそもが。だから何色のブロックをこう積んでいくことで、ぼんやりマグニにすることができるのかっていうのは、考えていかないといけないので、そこがまず一つかな。で、あとね、タレコミ情報としてですね、こちら、ご覧いただきますと。はい、これね、面なんですよ。多分ね。この演出が寂しいです。ちょっとアピールしてるわけですね。なんかやってこいと。はい、ってことなので、ちょっとね、仕掛けていこうというのが、今日の動画ですね。ピンクちょっと混じってるか、これでもいいんじゃないか。チェックしに行こう、チェック。合うかどうか、これやっぱり事前チェックって大事ですから。あ、いいかもね、こう。あ、そうか。これ何の木使ってる？これ。ジャングルの木か。もうマジで天才だよね。なんでこんな天才なんでしょうか。これジャングルの木だよね。オッケーオッケーオッケー。いや、天才、麺が天才って話ね。私は天才ではありません。麺さん天才だなと思っただけで。はい。これジャングルの木にしよう。決めた！ジャングルの木にする。うえぇ。OK、始まりました。これはもう全部もちろんもうメンさんがやるような感じで、こうしてね。でも白もあるし。じゃあ、大丈夫じゃん、もうこれで。さあ、到着でございまーす。さあ、ここに、小僧り、私、節を、埋め込んでいく作業に入っていきたいと思います。この辺がいいかなとは思うんですけども。はい、ちょっとこうしてね。こうして、こうですね。で、こうして、こうしてで、こうして、で、こうして、こう、こう、こうか。で、こう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 か。あとは、2マス。ここだな。あんまり高く積みすぎるとダメだから。はい、できてしまいました。はい、できてしまいました。はい、ご覧ください。これ、ちょっともうちょっと上上がるとね。ああ、見えましたね。ご覧ください。ティ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 ーティー、ヒタ登録するタイミング、完成しました。これは気づかないでしょう。これは絶対に気づかないと思いませんか。まああくまでこれが前哨戦です。これで終わる私ではありません。しっかりと用意されたところに誰しもが驚くであろうものを設置し、それを今日の動画のサムネイルにしたいと思います。メンさんといえばどういう印象をお持ちでございますでしょうか。建築がすごくて、マイクラ歴が11年ですか。間違いなく今いるこの数世界数ワールドの、メンズの中で一番歴の長い、そして、建築の凄さもさることながら、その頭の柔軟さ、そして、何とも言えない可愛らしさを持ったですね、素晴らしい方でございますよね。なのでやはりメンさんの建築を潰してはいけないと、これはあるんですよ。もう暗黙のその、やっぱりそこはやっちゃいけないだろうという。前、お父さんがもうまい例えをされてましたけど、それ気になる方はぜひ、どっかの放送をご覧いただければいいんですが。というわけで私は、ご法度です。ご覧ください。ENT です。
ちょっと今冷や汗かけませんでしたか、こいつマジ大丈夫かなと思いませんでしたか。メンさんが修繕のやつあると嬉しいんじゃないかとね。メンさんへのねお裾分けちゃんとプレゼントも用意してますから、はい、怖いでしょ。さあということでやってまいりました。じゃあちょっと1、2、3、4、5、この辺かな。さあ仕込んでいくよ。端っこ端っこ、ほうほう、はい、ご覧ください。そしてこうします。ぱっと見ぱっと見ちょっとわからないでしょ、ぱっと見ちょっとわからないんですよ。ど真ん中ここね。恐ろしいね、メンさんの建築を目の前にして、この TNT がここにあるという怖さ。これはもうガクブルですね、ガクブル。これはもう全員ガクブル案件でございます。おいでからしてどうでしょうかな。おお、大体だ、大丈夫、よかった。大原メンって出ると怖いからな。こうするじゃん、こうするじゃんね、こうするじゃん、こうするじゃん、こうするでしょ、こうするでしょ。はっ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 、怖いね、怖いねこれ。皆様に私が数世界でからバンされる瞬間をお届けしたいと思います。ごめんね、お前がバンされてるやないかい。キャー助けて助けて、ボートないか、ボートボートないか、あんまりボートねえな、泳いでこう。大丈夫か、俺の命はいいんだ、でも麺の建築が潰れてしまうのじゃないか、心配じゃ、わしは、いやーわしは心配じゃ、出来心で潰されてし、見に行こう見に行こう、出来心で潰されて、爆発してないやー、よかったこれ。知ってましたか、こうやって TNT のとも優しい使い方ですよ、これが。なんだったら、そこの看板も潰れてないですよ。ほら。切れてないでしょ？看板切れてないでしょ？真ん中ここだよな。うん。設置する場所さえ間違えなければ、いくら、こういう風にね、赤石を置いたとて、いいわけでございます。本当は今ので動画を終わらせたいぐらいだけど、まあ、ちょっと設置して終わらせたいと思います。余り物ですが、あ、届かない届かない、あ、もう一個下か、ほっほっほっほ、怖えじゃん怖えじゃん。なんとなくこの感圧板を超えていかないといけない雰囲気にしといて、あー、危ねえ危ねえ、あ、なんかあるなと。取りたいんだけど、ここからはどうしても取れない。取る方法としては、感圧板超えるんだけど、まだ届かない。TNT の上に乗らないと届かない。なので、TNT の上に、こう砂を置いとくことで、二度と取れないですね。はい、二度と取れない宝箱です。はい、完成しました。平和な爆発。待ってます。